あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの。そこから見える私の素顔は誇れるものですか。あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで、認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔を願ってる人、いつか会ってください。真っ白なユリを写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。はい、こんばんは。今夜はね、福山雅治さんの誕生日には真っ白なユリを歌いました。2017年7月の23日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつもの4さりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。今日もね日曜日休みなんでね、こんな時間でやってますね。どうもね、今日もね、まあ体調が悪いんでね、カスラックかっちゃんになってからね、体調が悪いんでね、今日もアウトドアがなかった。こんばんは。倉井方さん、どうもこんばんは、久しぶりね。どうもね、 TM さん、どうも、うん、どうも、組み宮崎さんもどうもね、ダイさんもどうもね、ありがとうね。うん、コーは食べない、とんかきコーンは。ありがとうね。最近配信あるよ、配信はずっといつも通り、いつも生徒学院は毎日やってるからね。こんにちは、ビジムさん、どうもね。今夜はね、あれ、誕生日には真っ白な雪を歌いました。じゃあもう一回、どうもね、もう一回行こうか。しばらくね、ね、やんないですね。今日なんだ、まあ、まず歌おうか。今夜もう一回。今夜、福山雅治さんの誕生日には真っ白な雪です。じゃあもう一回いこうか。あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの。そこから見える私の素顔は誇れるものですか。あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで、認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は優しい
人を選びました。義分じゃなくて家族の笑顔を願ってる人。いつか会ってください。真っ白なユリを写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。はい、今夜はね、誕生日には真っ白な指を歌いました。福山さんのやつよ。でもね、見てもらってありがとうね。うん、そうですよ。うん、ある程度はね、そう、うん、ありがとうね、見てくれてありがとうね。動画いっぱい、過去動画いっぱいあるからね、こういう時見るといいよ。こういう時にね、うん、いっぱいあるから、毎日やってるからさ。こんにちは。どうもね。今夜はね、じゃあさて今夜のお夜食行こうかな。ありがとう。うん。じゃあ今夜も飲みましょうか。今夜の一杯持ってきます。今夜の一杯。じゃあいいかな。音声大丈夫ね。うん。じゃあツイーチャスでもしながらね。あとスティッカーもとツイーチャス。ね。うん、今夜の一杯。今夜は冷酒ですね。まあ冷酒久々着ようか。まあおなじみプラスワンショップで買ってきた激安のやつね、これ。今回はクラビトサンダーという、これ、日本酒、激安日本酒、2リットルで、まあ70円ぐらいかな、これ。ね。今日はこんなやつ。まあこのまま冷蔵庫入れといた。ね、まあ冷酒になって、つまみはね、マグロか。マグロ。こんなやつね。ね、ネギトロささき330円でこれいこうか。でこれこれでしょ。これじゃあコップ持ってこようか。うん、今日はこんな感じ。今日のお夜食こんな感じ。マグロです。今夜のお夜食、コップ持ってきた。はい。コップ持ってきたよ、コップ。飲もうか。はい、どうもね。じゃあ、コップ。じゃあ、今日、本日開封、これね。いきます。いつまでも使いましょう。この間、うん。久々の練習だよね。昨日は、昨日、一昨日とあれ、ハイボールだったもんな。今日は久々、これ。いつものグラス。いつものグラスね。言ってますよ。ヤッホーヤッホー言ってるよ。うん。どうもよ、今日もね。いきます。コップ酒。入れ酒です。紙パックいいな。このまま冷蔵庫入るからね。はい、乾杯。じゃあ、今日行こうか。今日はマグロ、マグロ。これだ。このまま、このまま適当に切り落としみたいなやつはね、330円の半額し、今日マグロだ。あ、適当に入れて、適当に入れて、このわさびは SB のね、このわさび SB の。あ、これいつもハーフだけど、今日は SB の安かったんで、SB の、こんぐらい、プチュン、こんなもんで、今日はマグロ。いやいや、酒じゃないよ。酒じゃないよ、間違ったよ。酒じゃないよ。酒じゃないよ。醤油、醤油だ。醤油。これまで、これ適当に混ぜて、混ぜて、これつまみながら、コップ酒って感じで、
じゃあね、適当に醤油とわさびで混ぜて。もうちょっと醤油入れようかな。ああ、まあ大丈夫か。こんなもん。ああ、いい感じ。ああ、いい香りだね。わさびと醤油混ざって。今日はこんなもんをつまみながら。あ、ちょうどいいじゃん、醤油も。うん、こんなもんで。いいね。今日はこんな感じ。マグロね。マグロの刺身で。うん。どこ？どうもありがとう。今日はこんな感じね。スマホだとね、あれ、なんだっけあれ、いざという時に電話出れないんだよ。配信してるとバッテリーなくなっちゃったりして。そう、だからあんま使いたくないんだよね、うん。次はね、奥多摩小屋。まだおなじみかもしれないが、奥多摩小屋のテントバイクよ。奥多摩小屋、やっぱあそこ一番いいよ、僕、奥多摩小屋が。なんやかんや言って。景色もいいし、手軽だし、なんやかんや言ってあそこいいよ、ほんと。僕だってホームの、よく例えば、いるよね、あれ。メルティさんとかもホームのキャンプ場とか行ってるように、あるように。僕にとってホームかもしんない。奥多摩小屋のテント場が。うん。今、ちょっと前はさ、群馬のさ、角吹がホームかなと思ったけど、今最近、奥多摩小屋のテント場がホームになりつつある。来週じゃない。でもどうしようかな。8月の半ば過ぎか。わかんない。どうしようかな。もうちょい1ヶ月ぐらい。それもね、っていうか、はい、スマホでやっててさ、メールとか電話が途切れちゃうんだよね。だから奥多摩とかのテント場とかさ、で、携帯の電波が入らないとこだったらいいんだけど、で、録画ならいいんだけどね。スマホで撮影したりさ、配信してるとさ、電話とか来ると途切れちゃうんだ。それ嫌だからさ、あんまやんないの。わかった？そういうことよね。彼女いないから大丈夫よ。うん。あ、どうも。今夜マグロの刺身で。マグロの、なんか、ね、マグロの安かったやつね。切り落としみたいなやつ、ね。わさびと醤油混ぜて。こんなやつね。これをつまみながら。怒らない、もう大丈夫よ。うん。普通に生活していいって言われてるから。うん。普通に生活して。うん。だってそんなひどくないんだって。そんな滑落した日にもう電車乗って帰ってきてんだもんね。それは相当ひどかったらさ、電車なんか乗れないでしょね。もともとそんな最悪ではなかったんだと思うよ。本当の最悪な考察だったらさ、滑落したその日にさ、歩いて駅まで行って電車乗ってなんて帰ってこれないもんな。ね、電車乗れたってことはそれなりのもんなんだよね。うん。そう思ってください。だから安心していいよ。そうよ。本当のひどい考察だったら電車なんか乗れねえよな。今日マグロの刺身だよ。今日はマグロの刺身。赤い醤油剤はね、前に足に油こぼし、やけどしたことあったの知ってるかな、あれ。足に油こぼしちゃって。あの時見てもらったのがね、赤い女性だったの。あの時がね。うん、ある中野ブロード、そうでしょ、上がさ、マンションになっててさ、あれ、青島前、元都知事とかが住んでた場所だよね、それで家族で。あと、下に声優が入ってたり、そのビルでしょ、合ってるよね、中野ブロードウェイってさ、ね、地下に声優が入ってんだよね、それで上のマンションにはさ、青島元都知事とかが住んでた場所だよね、ね、中野ブロードウェイって。悪性じゃないでしょ、大丈夫よ。何も言ってたのも大丈夫だって。
あれ、ずいぶんもう2、3年前よ。ずいぶん前あれね。うん。2個入れ。ありがとうね。うん。悪性じゃない、大丈夫だよ。今を見て面白くない人は別にいいから来なくてって、別に。だらかさんみたいにどっかの YouTuber と使ってさ、登録してくださいなんて言いませんから、嫌な人は登録もしなくていいよ。僕は自己満足でやってますんで。別に。あと、こんにちは。玉井さんどうもね、今夜はね、マグロの刺身、バジルわさびと醤油漬けで。あ、ジュリーってさ、今豚みたいになっちゃった人だね、沢田健二さんだよね、あれ。本当に豚みたいだよね、太っちゃってさ。がっくりしたよね、本当に。今、沢田健二さん。ねえ、タイガースの頃はかっこよかったのにね。本当に今、豚みたいだよ、あれ。年取ったらね。なんか辛くなっちゃう、今の沢田健二さん見ると。ジュリーなんか言えねえよな、本当ね。うん、どうもね。そう思うな、本当、沢田健二さん。今の姿見たらもうジュリーなんか言えねえよ、あんなの。あの頃がかっこよすぎて。そう思わない、ほんと。うん、大丈夫、少しよくなってるよ。うん。最初よく、あれ、動画、ヤフーのトピックとか見てると写真あるけど、すごいよ、あれ、ミニクね。70年もしょうがないな、ほんとな。でもな、年取るとしょうがないね、みんなね。沢田さんみたいにさ、昔かっこよかった人はさ、その年取った時のジャンプが辛くなっちゃう。ね。うん。あ、一中さん、よかった。よく、ヤフーのトピックとかよく写真載ってるよ、あれ。最近70歳なんかやったって出てたじゃん、トピックの写真が。それも写真見れば大体わかるよ、あれ。あんな感じ。タイガースの頃の思い出すとさ、辛くなっちゃうよな、ほんと。見にくくなって。あの、ほんとかっこよかったと思うな、ほんと。今、あと、その後のソロになってからもさ、ストリッパーとかさ、勝手に仕上がるとかさね、あの頃ほんとかっこよかったよな。あの頃とかだって、ほんと今の沢田健二さんは、あれ見ててつらい。だから、ジュリーなんか言えないよな。あ、秋山さんどうも。今日日本酒です。日本酒で。マグロの刺身で。マグロの刺身で。今日はね、ブラブラとね、玉井二郎さん、今日は、ウグイス谷の方にブラブラ歩いてさ、ウグイス谷のとこの、あれ、富士そばで300円のもぐそば食べてるやつした。まあ、あそこ、なんだっけ。富士そばってさ、大盛り無料だから大盛りにしてさ、うまかったあれ。ミックジャガーあんま知らないから、もう普通にあんまリアルで見たことないんで、外国のサランとよくわかんない。名前ぐらい知ってるけどさ。わかんない。田村正和さんは僕知ってるの50過ぎだからね、若い頃知らないんだ、あんまあの人も。会いたいですか？よかったら僕に会ってやらせてくれますか？どうもね、こんにちは。ありがとう。みんなそうだよね。リアルで会いたい。ありがとうね。リアルで会いたいって会ってください。僕、ほんと。僕の動画ずっと見てる人わかると思うけどさ。T シャツ手渡し配信なんかもやっててさ。新潟まで行ってますんで、ちゃんと連絡取れればね、T シャツ1枚のために僕、新潟まで行くよ。大丈夫よ。安心していいよ。うん。もともと町屋ってほとんど安いってうまいもんしか、高級店は基本的にないから、この辺。特に京成沿線エリアってあんまり。もうこの小田急のさ、世田谷とかと違ってさ、この東京東部ってもともと高い店あんまないからさ、高い店あっても続かないからさ、この辺は。わかった？安くてうまいとこ知ってるねって書き込みあるけどさ、もともとこの辺はそうよ。高い店あっても続かないの、この辺って。この東京東部のエリアって。だからね。
ある程度続いてる店はそれなりの寝頃感のある店なんだよね。高い店続かないよ、こっちは。続いても10年かそこら。昨日の公営券は夫婦2人だから安いんだろうね、あそこね。夫婦2人でやってっからさ、従業員雇ってないからね。だから人件費がかかんないからね。じゃあもう一杯行こうか。半ズボンはね、はかない、僕新聞配達の頃履いて、新聞配達時代、20代の頃かな、26、7の頃かな、新聞配達時代履いてたけど、もうあとは履かないよ。ケチじゃないです下巻きの人はね、生活のレベルが低いだけなんです。はい、じゃあ2杯目行こうか。2杯目行くよ。はい、乾杯。田村さん、あんま基本俳優だから僕見ないし、あんま縁がなくてな。あんま僕ラジオっ子だからあんま縁がない。俳優さんでももうちょっと、うん、黒柳さんとかだったらラジオとか出てるけど、あんまラジオな出ないもんな、あの人、田村さんは。2年ぐらいかな、短かったけど、2年ぐらいちょっとやってたし、2年ぐらいやってましたよ、2年ぐらい。日経、うん、なかった人は、だこの間買ったけど、この人はこれ。まあ値段も変わんない、これ税込み700円ぐらいです、これで。まあ変わんない、まあ値段は変わんないよ、今日は。小山本家酒造のやつ。今日はこんなやつ。いいかな。こんなやつ、こんなやつだけです。今日のやつだけ見えた、今日のやつだけです。今回のもうちょっと近づこう、ちょっとね、配信画面見せようか。配信画面、今日のやつだけアップで、分かった。でもこれでも税込み700円ぐらい、同じにプラスワーショップで、でコップだけ、このまま冷酒で、冷酒つまみやマグロの刺身で、うん、ああ、そうね。わかんない。たまたまプラスワンなかったの、僕、これ買った時、これが一番安くて。たまたま他、あれ多分、在庫切れかもしれない、だいぶあったからね。今度今、でも大体、何かしらなくなっても大体2000円前後で、2000円じゃない、2000円弱で、1000円台、こじゃない、その値段で、弱で、何かしら置いてあるから、プラスワンは。今はこれが安いやつ。しない、僕、登録しなくてもいいから、別に。したくないとしなくていい、別に。YouTuber じゃないから、僕は。どっかのさ、絨毯ばっか食ってるおじさんと違うからさ。絨毯ばっか食ってしてんじゃん、あれ。バカみたいに一人で焼肉して、ああ、してる人とは違うから、僕は。うん、うん。覚えてないです、僕。自信、僕、50年代だ、まだ僕。いなかった、一人、行ったことない、まだララポートほとんどあれ。50年代、僕、昭和47年生まれだから、小学生だから分かんない、まだ。一人で行ったことないから、その頃。分からないよ。そう、和彦さんはね、おまた大好きだから、僕は。今日はラジオで、あの寺田さんのおまたのことを思い浮かべちゃった。朝、今日、日曜、昨日だっけ、昨日だった、あれは、寺田さんは。
寺田さん今 TBS ラジオの土曜日の朝やってから肉島さんとね、かわいいね。あ、こんにちは。どうも、かや、あやそうさんの今夜は練習で。変わらなくていいよ。そう、お互い様だからね、変わんないよね。ストリップ行ったことないよ。僕行ったことあるのはね、あそこだけだ。あの、池袋の市街地売りなのかな。あの、P' パルコの前の向き通って行った、ある、角エビだけだ。わかるよね、あそこ。ね、P' の前と P' パルコの前通って線路沿いの方行った、ちょっと行くとさ、あれあるよね、角エビで向かいにさ、もう今あるか分かんないけど大江戸っていう回転寿司があってさ、そこしかないや、そこ2回ぐらいかな。新聞配達時代行ったんだ、僕汁間島だから、あの頃20代の時新聞配達、汁間12日で汁前後が空いてくからさ、その頃可愛かったな、いい思い出。今思うと新聞配達ほんと昼間、朝早いしさ、夕刊はもう2時半から配り始めてさ、大変だけどさ、昼間ちょうどねアイドル時間あるんで、その時間僕はソープランド行ったんだ、その時間に。あの頃ちょうど池袋だったからさ、角エビ行って可愛かったな。ホームなポールダンスはないよ、見たことないよ。ありがとう、ゲストさんありがとうね。でも見ないと思うけどさ、うん、ある池袋はちょうど線路沿いにあるんだよ、あれ P' パルコの前通っていく方にあるの、角エビ今あるのかな。でもそうなくなるもんじゃないと思うんだ、あると思うんだけど今も。なる、それなるけどしょうがないよね。それ雨の時とかね、新聞配達つらいけどしょうがないね。うん。ビールは買わないよ、僕。終了日はね、職場の忘年会飲めっから、それまで我慢する。うん。あと山行った時のもか、ビールは山行った時。奥多摩小屋とかはさ、売っててもさ、他のいろんな、あ、山だからさ、いろんなもん売ってねえからさ、朝日とかビールしかないからさ、ああいう時のために取っとく。山小屋行った時。山小屋行った時は特別だよ、あれ。うん。山小屋のさ、経営のこと考えながら、あえて僕はさ、あそこで買うよ、売ってれば。僕、この間なんだっけ、5月のゴールデンウィークの時行ったのはさ、あ、奥多摩小屋でさ、ビール5、6本買ったもんね。うん。それは僕の一応、そう、僕のここ、気持ちとしてさ、山小屋、普通山小屋泊まればさ、1泊4000円ぐらい払うんだけど、僕テント泊でさ、500円しか払わないから、そういうこともあってさ、せめて山小屋さんは一応潤ってほしいという思いも込めて買ってます、あそこで。普段はそうよ、山小屋に入った時はビールか。でも、5本買っても2500円だもんね。うん。そんぐらい持っていけば大丈夫。でも3号館5本なら結構酔うもんね。3号館5本。2003号でったらさ、大瓶で3本ぐらいいくもんな。うん、十分だよね。山小屋で売ってんの、山小屋で。山小屋行けば買える。奥多摩小屋はね、缶もね、あそこを捨てていいから、小屋の中にちゃんと缶捨て場もあって。あそこなんか気に入って、奥多摩小屋って。その奥多摩小屋のちょっと下のね、奈良都知事小屋はね、ビンビン、空き缶持ち帰ってくださいって言われるんだけどね。なんかわかんないんだけど。奥多摩小屋のいいところはさ、そこで買った缶はちゃんと置いてってもいいの、そこで。そこが嬉しくて僕買ってる。ケチがないです、僕は。ね。うん。人間味があるだけです。人間味があるんだよ、風子さん。
お中元ビールか。ありがとう、よかった。昨日その気持ちで送ってっからさ、無理しないでいいよ。ビールとかありがとうね、ニカさん、ありがとう。お中元ビールを送りたっていう気持ちだけ受け取ります。ありがとうね。愛してっからね。あきひろっていう人、あきぼうっていう人。すげえ分厚い牛タン、ペロペロ食ってんだわ、あの人。僕と考えなんだ、あれ。あの牛タンの量だけで僕の1ヶ月のアウトドア代いってると思うよ、あれ。日帰りのアウトドアだけで大体2、3000円でしょ？日帰りだったら。キャンプでも3、4000円だもん。うん、だからそうだ、あれ、すごい。して、秋広さんって分かった、あれ。秋坊さん。秋広さんって言って、秋坊ってことで。ホレスさん、でもこの間電話、ホレスさん来ないけどね、この間送ってもらった電話したから出たからね、まだ生きてると思うんだ。うん。ちょっと前来たとき。多分忙しいのかもしれない、社会人だからね、あの人もね。ありがとう。ひかさん、ありがとうね。うん、これ今着てんのも、これホレスさんが送ってくれたやつ。今着てる服ね、これね。マルタンは、かわいい、僕、しょうがない。マルタンは僕と結婚したかって言ったんだけど、僕結婚する余裕がないからさ、それで会わなかっただけなんだから、その辺分かってくださいよ。彼女は僕と、どうして結婚願望が強かったんだけど、僕、結婚できるだけのね、稼ぎがないんだよね。だからどうしてできなかった。それだけなら分かった？マルタンは悪くないからさ、ね。僕は結婚、どうして、僕女性とはね、仲良くなりたいんだけどさ、結婚できるほど稼ぎないからさ、そんだけの問題なわけ。僕は稼げない人間としてダメな人間だったからね。その辺は分かってください。嫌いじゃない、僕は。稼げない。だから結婚するんだって共稼ぎだから僕。共、二人で働いて、僕。稼げない人間だからさ。一人で、二人で働いて、二人で仲良く暮らす。それが僕の理想なんだよ。うん。それができない。どうしても結婚は無理ですね、僕の場合。共稼ぎが無理だったら。現実問題。まあ、それは言わないわけでさ、わかるだろ。うん。ソープランドね、まあね、宝くじ当たったら。宝くじ当たったら行く。宝くじ当たったらソープランド行こう。宝くじ当たったら。マルタは悪くないからね。僕がさ、結婚できる才覚がないんです。稼ぎがないからね。うん。ダメよ。結婚するにある程度稼ぎないとダメだもんな。勝手なよくあんじゃん。プレゼントもんで。プレゼントもんにはよくラジオ聞いてるとさ、よくラジオでさ、よくあんじゃん。レーティング期間。聴取率、調査週間の時とか。そういうのでさ、もしもら、それ、そういうのが当たった場合ね。うん。まあ、まずないと思うけど。ね、全くないとは言えないもんね。僕、ラジオっ子だからさ。うん。わかった？僕、ラジオっ子だから。全くないとは言えない。まずないと思うよ。自分で考えて。でも、僕、ラジオっ子でよく年中ラジオ聞いて、メールやハガキも出してからさ。全くないとは言えないんでね。それで。ハマんな。僕、ハマってたのは僕のバカ親。僕のバカ親がハマってたんだ、バカみたいによ。ジャンプ宝くじなんかさ、毎回さ、2万3万とかしてたんだ、あれ。僕の親は、父親。バカみたいに。ほんとバカだよ、考えたらよ。うん。僕は TBS なんだ、スーパージャング派。スーパージャングの最近無理やりの方を着てたんだ。音聞かなかった。オールナイトビッグパワー聞けないな、俺から。田舎者はさ、ラジオ局は地元に1個しかねえからさ、AM ラジオって。だいたい俺なんだよ。僕、首都圏だからさ、TBS の聞いてた。
まあ、でも俺のもうスーパージャング、高校時代、中学高校とずっとね、スーパージャング、小崎無理やり100%っていうの着てたんだ。そう見たもんだけど、まだ全然着方もある。まあやってるとこはあれ、ビデオリサーチで音だけなんだけどね。ベシじゃないです。実際田舎はさ、ラジオ局いいだって AM ラジオそうじゃん、ほとんど。一都圏とかさ、札幌、名古屋県、関西、福岡以外って一局しかないもんね。田舎者はべしじゃないよ、ほんと。田舎はさ、ラジオ、AM ラジオ局一局しかないから、そんなことないし。それでほとんどのローカル AM はさ、深夜帯は、日本放送と系列のオールナイトネットだからさ、ね。TBS の系の深夜はネットしてんのはさ、北海道とかさ、複数あるとこしかやってないもんね。ああいう、違う、それじゃお金あってのもんだからね。登録ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。しょうがないですよ。僕 TV、僕ずっとツイッター、初めて行ったラジオの公開放送が TBS だったからね。それもあんだ。あれ行ってもう、中学2年の時か。京田線乗ってさ、行ったんだ。中学2年の時に。日曜日の昼下が、今ちょうど、僕は中学2年、中学生の頃は、ね、ちょうど今、爆笑問題やってるでしょ。あの時間帯ね、野添金平さんがやってたんだよね、あれ、生でさ。あれずっと来てて、それでね、結構定期的にね、公開放送やってたんだよ、あれ。それ見に行ったのが僕の初めてだった。来季は無料、有料はなってないよ、無料だよ、無料。無料だからさ、電波の不具合でさ、なんかいろいろさ、なんか配信のそんな不具合で、な、位置情報がさ、うまく取れないと、首都圏にいるのにさ、関西しか入らないから済んだよね、あれね。取ってないです。取りたくないし、取ってませんよ。今から連絡取ってる人は誰もいません。母親に電話するぐらいか、一回電話するぐらいですね。結局そうだ。金がないのよ、あの人はさ、金目当てだったらどうしようもないよね。金目当てだったらさ、もっと金のある人に行けばいいのにな。僕金ないんだから、ほんと。年金じゃない、僕は。ちゃんと一応働いてますよ。年金暮らしじゃありませんよ。ベスト10は何行かないって、もうベスト10なんかやってないじゃん、今。やってないよ。それにさ、ベスト10ってテレビでしょ、あれ。僕、ラジオっ子だから関係ないです。テレビ番組は。僕、ラジオ大好き子なんで。テレビなんかどうでもいいです。ラジオがあればそれで幸せなんだよ、僕は。もうテレビ、なんか。テレビなんか目つ、結局、なんやかんや言って目が疲れるだけじゃない、あれ。情報源はラジオがあれば僕はいいと思うんだ。よく言ったらちょっともうだいぶ経つけどさ、あれ。東北沖地震の後さ、あれ、福島の発電所がさ、ああなっちゃったからさ、電力不足でさ、あれ、省エネを呼びかけることようなことやってたけどさ、一番の省エネはテレビ放送を止めることだと僕思ったね、あれ。情報源なんかラジオあればなんとかなるんだよ、あれ。娯楽のためにテレビは必要とか言う人もいるけどさ、本当の娯楽だったらラジオで十分だと僕思うんだよ。本当テレビ放送ってものすごい電力使ってると思うんだ、あれ。放送するだけで。まあ、ぶっちゃけ言ったらそうだけど、まあ、実際はさ、やんないけどな、本当。実はそう、本当に電力不足どうしようもなかったらテレビ放送、
止めてさ、ラジオだけで、ラジオあればさ、情報源的にはそんな、不足ないもんな。そう。目からの、見るからね、だから。正論でしょ、ほんと。本当に電力が大変だったらさ、あんな、一部、一日ごとにさ、なんだっけ。停電するにあんなことしないでさ、テレビ放送やめたらよほど24時間流しっぱなし。ラジオの方が全然電力が食わないんだな。そう、流す方もそうだ、受信する方もテレビよりかラジオ受信の方が全然電力食わないし。本当に省エネを訴えるんだったら、テレビ放送やめきまえよって感じだ。でもやめないってことは、結局正面上だけなんだ、あんなもんは。うん。でもエアコンはさ、いるとき使うけど、いないときはだいたい消してっからね。その差もあるよ。つまみ飲んでるよ。食べてるよ、つまみ。今日、マグロの刺身。マグロの刺身食べてるよ、マグロの刺身。うん。マグロの刺身食ってるよ。そう、わかった、あれ。つまみ、あやそうさん、ちゃんと、まあ、見えたちゃんと、あやそうさん。つまみ出しとか言ってくれ、マグロの刺身をつまみながら飲んでる。わかった、あやそうさん。よかった、書き込んで。つまみ、食べてからだ、あれ。つまみ出しじゃ僕も飲めないから。マグロの刺身は、醤油とわさびです、あえたやつを、つまみながら飲んでる。わかったかな、あやそうさん。つまみ出しに日本酒よく飲めますとか言ってくけど。食べてっから僕、マグロの刺身を。分かってください、その辺はね。うん。ちゃんとつまみ食べてっからね、つまみ。今日はマグロの刺身。もうだいぶ経ってくる、こんなもん。今日はマグロの刺身。激安のやつ。で、コップだけ。で、分かった?つまみあるからね。つまみ出しじゃないよ。教育上深夜も必要な、僕は放送会のことわかんないけど、多分教育上深夜も必要なのかもしれない。キスル見たいですか?ありがとう。今日はね、おケツ出してないよ、背中。出してないから、大丈夫よ。大丈夫よ、うん。うん。お、いい感じ、いい感じ。そう、じゃあ、今日の、じゃあ、背中具合見せようか。背中具合。背中具合。だいぶ良くなってると思うんだ。じゃあ、ちょっと背中を、ちょっと見せよう、今日。滑落かきちゃんの背中。骨折したっていう背中。こんな感じだ。どうかな?見えた?あ、見えてんじゃん。結構良くなってるでしょ、ほら。結構どうですか?見えたよ、ほんと。こんな感じ。だいぶ良くなったでしょ、だいぶ良くなった。じゃあ3杯目いこうか、3杯目。3杯目いこうか、3杯目。じゃあ、これで終わろうか、3杯目。うん。まあ、長い目で。はい、乾杯。長い目で見れば、うん、あそうよかった、マグロ見てくれて、今日食べてからね、ちゃんとね。
大丈夫やね、ほっとけば治るよ、そのうち。病院大丈夫、これで。ほっとけば大丈夫よ、その辺で。病院でもね、そのまま普通に生活すれば大丈夫だって言われてるから大丈夫。そのうち生活で大丈夫だって。うん。普通に生活してれば、満員電車乗らなければ大丈夫だって言われてるから大丈夫よ。ねえ、満員電車は住居済みだもんな。あれは多分きついと思うんで。でも乗んないから大丈夫、僕。満員電車なんか乗らないんでね、僕。で、電車通勤じゃないから。病院でもそうよ、あれ。満員電車乗るようなことなければ大丈夫だって。安心そう。うん、大丈夫よ。うん。コップ酒はいいね、安いから。それ気に入るよね、あんな。僕もうあんま経験ないけどさ、あんな無理やり乗って、もう歩き、もともと歩き通勤だからよかったよな、ほんと。ここに、今の職場は。満員電車の人はすごいと思うよ、僕に。僕には考えらんない。ずっともう10年以上、通通勤だからさ。もうできないね、電車通勤なんか、あんなもん。病院はもう行かなくていいの、別に。病院行かなくていいのは普通にそのまんまでいいよって感じ。特別なんか異変がなければそのまんまでいいって感じで言われてるから大丈夫。そのままなんか特別、ものすごい痛みとかなんかなければね、そのまま病院は行かなくていいって言われてるんで。行かない、わざわざ。これでいいや。少し良くなってる。うん、どうもね。じゃあ最後、刺身も最後だ。刺身で。はい、マグロの刺身、美味しくいただきました。人生相談していいよ、僕は。うん、大丈夫、僕。大丈夫。よかったら相談お願いよ。コブギなの大丈夫よね、大丈夫大丈夫。どっかぶつければコブギなの当たり前だもん。気にしない気にしない。僕どっかの目フェラちゃんと違ってさ、そんなもん気にしないから。どうもよく言える目フェラちゃんはさ気にするけど、僕目フェラじゃないから大丈夫よ。まだやるよ、今日。これ、まだ、これなくなったわ。これ、今日、このグラスの、がなくなったら。あるね、ほんとね。でも、周りでしゃべないからわかんない、僕は。コメントありがとうね。うん。ありがとうね。いつものようにさりげなくこんな風にやってますよ。あ、玉井さんどうもありがとうね。あ、いい感じじゃないか。
丸つきよ、丸つき。うん。ゲストは見れないんだ。よかった。YouTube 見なきゃ、スティッカムでもね、やってるから、スティッカムと、あとね、Twitter でもやってるんで、活用で検索して、よかった。他のところで見てね。しんべヱさん、こんばんは。今夜は日本酒でーす。こんなの飲んでまーす。その身はね、マグロの刺身食べ終わったけどね。今日は早いからね。仕事です。まあ、明日頑張りましょうね。また明日から1週間仕事。でもこの1週間は給料日があるからね。嬉しいね。給料日ウィーク。音声聞こえない？音声。いや、あれ？音声ね。音声聞こえない人とよかったら再起動するか、他の Twitter か、YouTube、スティッカーも他のとこ見てね。あれだもんね。これはシゲ、この辺はそり残し。これはそりの、この辺はそり残しです。そり残し。頑張りましょう。またおやすみなさい。ああ、日本酒は安くていいな。また、明日もこれ行こうかな。うん。いつもね、ありがとうね、お互い様にね、お互い様。人はそれぞれお互い様よ、それ忘れないようにね。どんな辛いことがあってもね、辛いのは自分だけじゃない。それをそう思うこと、それこれ大事よ。みんなそうよ、みんな。人はね、自分が辛いとさ、辛いのは自分だけじゃないかと思ってさ、めげるかもしんないけど、そういう時こそ、お互い様と思ってくださいね。本当に辛い時があってもね、辛いのは自分だけじゃないと思ってください。ね。みんな辛いんだからね。うん。それわかんない人がバカみたいに気がするんだと僕は思う。人はそれぞれお互い様。あ、ゲストさんありがとう。うん。じゃあ、スティックマン終わります。ではまた、スティックマン終了します。今日はスティックマンから終わった。はい。信じたね、カナダからね、白尾さんね。うん、まあ、しょうがない。年取ったらみんないつか死ぬんだからしょうがない。じゃあ、最後にね、さっきリクエストがあったんでね、書き込みがあったんで、あれ歌おうか。サンヤブルースだって、今夜最後、サンヤブルースで終わりすんね。サンヤブルース。いいかな？今夜の最後、サンヤブルースで終わりにしたいと思います。サンヤブルースで終わるね、今夜。サンヤブルース。今日の仕事は辛かった。あとは焼酎を煽るだけ。どうせ三夜のドヤ住まい。他にやることありゃしねえ。一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい。泣いてみたって何になる。今じゃ三夜がふるさとよ。工事終わればそれっきり。お祓い箱の俺たちさ、いいさ、三夜は立ちんぼ。
世間恨んで何になる。人は三夜を悪く言う。だけど俺たちいなくなりゃ、ビルも泥もできやしね。誰も分かっちゃくれねえか。だけど俺たちは泣かないぜ。働く俺たちの世の中がきっときっと来るさ。そのうちにその日が泣こうぜ。嬉し泣き。はい、サンヤブルースでした。歌詞が泣けるよな、この歌はな。カツラカもうやんないようにします。もうあれ、ね、カツラカもうないからね。あれ一泊すれば大丈夫、日帰りで帰るんだ。歩き配信いろいろ問題あるからできないのもいいわ、ちょっとね、今。歩き配信、ま、ニコ生のバカどもがさ、いろいろやっちゃったから、配信ってだけでさ、いろいろ言われて、今でき、難しいんだよ、ほんと。じゃあ今日はこの辺で終わりますね。ありがとうね。ありがとう。ダイさん、ありがとう。それわかんない。放送禁止かわかんない、僕は。僕はわかんないよ。わかんない、それはね。ではまた終わります。おやすみなさい。また明日。明日は仕事だからね。仕事から帰宅次第。おやすみ。終わるよ。いいかな、また明日。今来た人は録画の方で。山谷っていうのはね、労働者ばっか集まったうさんくさいエリアのことよ。ではまたおやすみなさい。おやすみ、主主義、おやすみなさい。ののちゃんどうもありがとう。一休さんもありがとうね。きゅうさんもね、どうもありがとうね。逃げるんじゃないよ。歩き放送でいろんな音が入っちゃって、今いろいろ。正直の頃はさ、配信自体がさ、少なかったから、あの頃はさ、動画配信ってことがまだマイナーだったから、今みんなやっちゃったからさ、それであいつらがさ、いろんなことやっちゃったんでしょ、ちょっと今難しいんだよね。まあ、山谷の近くだけど、山谷には住んでませんよ。山谷の近くには住んでるけどさ、うん。山谷には住んでません。ではまた、終わります。ではまた終わるよ。終わります。ありがとうね。また明日。秋山さんありがとうね。みんなありがとう。ゲストさんもね、宮崎さんも、ダイさんもみんなありがとう。みんなありがとうね。はい、どうもありがとう。